トム・ケインはアメリカ合衆国の政治家、ニュージャージー州下院議員、ニュージャージー州知事、州下院議長、院内総務を歴任した。2002年12月にブッシュ大統領よりアメリカの同時多発テロに関する国家調査委員会の委員長に任命される。なお、日本ではトマス・キーンと表記されることが多いが、本人は一貫して短縮型のトムを使用しており、また、 キーインの英語での発音はケインである。1935年4月21日にニュージャージー州の政治家一家に誕生したが、記事はニューヨークであった。名門のプレップスクール、セントアルバンズスクールで学び、プリンストン大学を卒業。その後はコロンビア大学から教育学習士号を取得した。大学院修了後は歴史と行政学を教えていたが、 1967年にニュージャージー州会員に立候補、当選を果たす。1972年には会員議長に就任。1973年にはニュージャージー州知事代行を務めたこともある。1973年の選挙で共和党が少数党に転落すると少数党院内総務に選出され、多数党に復帰した際にも引き続き、 多数党院内総務を務めた。1981年にニュージャージー州知事に当選し、2期8年務めた。1985年に再選された際にニュージャージー州知事選挙史上最大の得票率を記録した。ケインは2004年にニュージャージー州民を対象とした調査で最も偉大な知事に選ばれている。知事として教育に携わった経験から、 教育改革を推進し、これを成功させた。また、州の社会保障制度の改革を推進し、財政の健全化を達成、減税を行う一方、新たな雇用を創出し、失業率を低下させた。環境保護に熱心であり、多くの環境保護政策を打ち出した。さらに、死刑制度を復活させ、犯罪率の低下に努めた。こうした知事としての功績は、 幅広い評価を得、1986年にはニューズウィーク氏により最も有能な州知事に選ばれた。また、全米の共和党知事のリーダー格となり、1988年の共和党大会では基調演説を行った。1990年に人気満了を迎えると、ケインは正解を引退し、教育界に戻った。1990年から現在まで彼は、 ニュージャージー州のドリュー大学の学長を務めている。しかしケインは2005年夏の人気切れをもって学長を退任することを表明している。2002年12月16日、ブッシュ大統領はケインを米国の同時多発テロに関する国家調査委員会の委員長に任命した。同委員会は旧1 1委員会と通称され、ケネディ大統領暗殺に関する。 ウェン委員会以来最も重要な独立委員会であった。当初、大統領はヘンリー・キッシンジャー元国務長官を委員長に任命したが、この人事は民主党側の強い反発を受け、キッシンジャーは辞退せざるを得なかった。そこでケインに白羽の矢が立った。ケイン委員長のもと、同委員会は2004年7月22日に最終報告をまとめた。ケインは、 デボラ夫人との間に二男一女を設けた。長男のトム・ケイン・ジュニアは現在ニュージャージー州上院議員を務めており、2006年の連邦上院議員選挙へ出馬したが敗北している。ありがとうございます。